それ聞いて何か意味あるんすか、すか何か意味あるんですか、うん、意味あるまあね、そんなことで、くじけちゃダメですよ。あの、根拠のない自信。根拠がない。さらに自信もない。根拠がある自信。根拠があっても自信がない。まあ、いろんな立ち位置あります。あの、これをね、モチベーションに言い返しましょうかね。 モチベーションが湧きません。うん。だけどやりました。っていう風にはならないんですかね。ね。要するに、やらないことを、モチベーションが湧かなかったから、やらなかったんだというふうなね。意味付けをしてますけども、まさにそこに意味はないですよね。モチベーションないんだけどやったとかね。自信がないんだけどやったとかね。うん。そういうふうになるしかないじゃないですか。うん。で、 まあ様々な解釈があるのと、あと確かにね、いろんな立場の人がいるから、その人を同義づけるために、その場で出た言葉、根拠がない自信を持てばいいんだよって言ってね、あ、そっかって言ってやれる人もいると思うんで、うん、それはそれでいいアドバイスにはなりますよね。まあ私の場合は、根拠を持った方が自信が持てるっていうふうに人を励ますことがあったかなと。要するにね、根拠がない自信を持とうよというふうな 言葉で動ける人はいいんだけどそれでも動けない人に対してやっぱりね根拠がない自信は一部の天才がすることなんでそうじゃないんだよっていうふうにしてちょっとこうなんででだろううっていうふうに思わせるってことですよね根拠がない自信っていうふうな言葉を初めて聞いた人はあ,あそんな考え方があるんだみたいなね根拠がない自信ってあるんだっていうふうに思うわけなんですよびっくりするっていうかね考えを改めるんですよね。 でそういう今度は根拠がない自信って言葉に何かこう鵜呑みにされた人たちでもさらに根拠がない自信でやればいいのに動いてない人たちにいや根拠がないと動けないでしょってさらに追い打ちをかけてねまた考え方を逆転させるとで根拠がある自信つまり、まあ、いろんなトレーニングをしたりとかね、えー、なんか根拠めいたものを自分で作った時にじゃあ根拠を持って それを自信としようよ。動けるでしょみたいなね。そんなアプローチもあるかなというところですよね、うん。まあけどね、全部ぶっちゃけて、何もなくったってやらないと。いや、根拠がない。自信がない。だったら余計やんないと。みたいなね。ひいては、自信のあるなし、モチベーションのあるなしにかかわらず、自分の人生のことだからね。うん、まあだからね、ほとんどの場合は、 ちゃんと練習をしてきたっていう根拠があるから試合に臨めると思うんですよ。それでもでもね、勝てるかどうか分かんないですよね。トークの自信がある。よし、堀江さんはなんか変な質問したら意味あんのって聞かれるっていうのも分かった。そんなことじゃもう屈しないぞ、と思ってね。さあ、人生って何ですかそういう意味あるんですかもう聞いて。意味あるんですか ね頭真っ白ねまさにマトリックスアフィエイトですよこれはマトリックスアフィエイトでコンテンツが送られてくるかと思ったらなんか送られてこない1ヶ月経っても2ヶ月経ってもあれから5年経っても6年経っても送られてこないねこれは意味あるんですか頭真っ白ですよ意味あるんですかあれなんだかんだで追い打ちで プラスでなんかお金払わされてこれどこ行ってんだろうこの金みたいなね鹿児島行ってんのかなってあ鹿児島行ってるの <laughs> <laughs> なんかねで、ぶっ飛んだから検索するとランボールギーニー社長とか言ってこんなんでねなんか別の YouTube アカウント作ってやってるじゃないですか活動悔しいからそこに マトリックスアフィレート、マトリックスアフィレートって書き込んだら、そのアカウントも飛んで何もなくなったというね。だからね、ズルしたらね、そうなっちゃうんですよね。うん、で、ねなんか、マトリックスですね。じゃあ、彼がね、メタリウス、マトリックスアフィレートが自信があったのか。いや、なんか最初から全部嘘だったんでしょうね。 その嘘についつい乗ってしまった。まだ甘かったな。甘かった。本当に。やられたわ。しかしね。発信スタンドを信用してましたからね、あの時はね。うん。まあ、けどあれですね。なんかその、あそこで騙されて、自分はダメなんだと思うんじゃなくて、それを笑いに変えて、いや、ああ、こういうことなんだなと。自信があるからこそ、 外すこともあるんだなと思いましたねあの子は確かに私ね即下塾2年目でリーガロイヤルホテルで即下塾の記念パーティーまでやってねであ俺もなんかこんなホテルの豪華 VIP ルームを借りてで30人ぐらいねお客さん来てね何だったらあの地元の,あのメディアを呼ぼうかと思ってたんですよテレビとかでこれからは情報商材の時代ですみたいなね広島にも六本木ヒルズがいますとかね ネオヒルズがいますとか言って、で、ちょっと取材来てもらおうかなと思ったぐらいだったんですけどね。うん、だからね、こけてもね、自信を失うんじゃなくて、失敗したからこそ自信がつくみたいなね。逆に自信とかなんとか関係じゃなくて、ああ、当然起こるべきことが起きたな、みたいなね、自分にも。そういうなんかその面白さに変えられることは変えられたかなというところありますね。うん。ね、当然、 あれですよ金を稼ぐ過程ではいろいろありますからね、うん。それによって自信も失わないし、仮に自信を失ったとしても別にここまで来てると思うんでね、ここまでね。いやー、雑草魂ね、うん。雑草。雑草の雑でね、お雑煮魂ですね、私はね。いろんなものをぶち込んでこう美味しく食べるみたいな。うん、お雑煮 雑草の雑雑草の雑じゃなくてお雑煮でいきましょう、うん、な何を話したんですか今回ねよしじゃあ目が覚めて喋ってるうちにキリッとしていきました2時32分5月31日、うん、本日も行ってみよう